1か所でもですねやっぱりあの拍手が鳴るところがあるとありがたいですねええー、本当にありがたいでございますよもうね、えー、とこの講座の位置をねちょっと変えたりなんかしましてねこれかんいいですねあの屏風をねちょっと動かすのはあの実際のねあの落語会では結構大変なんですけどもねもうあのちょっとこう動かすだけでね、えー、このあちょっとこのね頭,頭の位置がちょうどこう真ん中に来るといいんでございましてねえー、今日はですね あのー、実はあ、自宅からの配信というわけじゃないんですね。えー、先日、まあ、一週間前に私ね、引っ越ししましてね、引っ越ししたのはいいんですけれども、その前にあの、この光通信ですかね、あれ、あれのこう、段取りをするのを忘れてまして、えー、家では今、Wi-Fi がつながらないわけですね。で、どこか Wi-Fi があの、つながるとこはないかな、ただでつながるとこないかなって、えー、探したらですね、 えー、私の勤めてる病院があったということで、ね、<laughs> 今、あのー、別の当直の先生がですね、えー、真面目 <laughs> 横でですね,ですね <laughs> あの配信をさせていただいてそれでもねあのな何かあった時にあの電話がつながるようにはなってるんですけども <laughs>、えー、先ほど元栓から切らさせてもらいました。<laughs> 何気なく落語ができるんじゃないかななんて思っておりますけどもね、えーまあ、あの書いてあった通りですね、まあ、今日の演目なんでございますけれども「お,お楽しみ」というね <laughs> もうこれあの時々見かけますでしょあの寄席の,のやつ見るとね、えー、お楽しみが3つぐらいあったりなんかしてねこれ何なんだろうと思ったら、えーとそのえー、プログラムを作るまでに、えー、演目が決められなかった人。 ねえー、そういった場合お楽しみとして、えー、書いておいて当日の様子を見て、えーまあうん、ネタを決めるというね、えー、私結構多いんですねう結構どうかそうですもう考えるようによったらギリギリまで、えー、皆さんのま元にお届けする落語をこう練りに練って、ねえー、その当日のお客様に合わせたネタを出すというねえす、ー、らしいうん実に素晴らしい。えー <laughs> <laughs> えー、と言いながらああの、まともにできた試しがないんでございますけれどもね、えー、まあ今日はね、えー、お楽しみということで、本当にあの聞いてのお楽しみ、見てのお楽しみでございます、えー。一席お付き合いいただければななんて思ってるんでございますけれどもね。おいおいおいお、いちょっとおい、弓、えー、あおちょっとこの,この手紙、これ何なんだい えー、何うん。あの、そ、そこのでしょうん。あ、あんたね、あのー、あたしが取っておいたのよ。いやいやいやそれそ、それいいけど、ちょっとこっちおいで、こっちおいで。えー、いや、俺さ、これさ、出して覚えねえんだよ、これ。えー、な、なんだこれ。えー、お楽しみ選手権大会って書いてあるよ。えー、えー、一次試験合格って、これ、これ何 それね。いや私ね、これ、こないだね、いろいろこう、雑誌とか見てたらさ、いろんなほら、応募するやつあるじゃないそれでね、これ面白いなと思ってね、お楽しみ選手権大会なんてさ、どんなことするのか、わからないでしょうね。だから私ね、あの、申し込んだの。 いや、申し込んだのはいいけどさ、自分の名前で申し込みはいいじゃない。あ、あ、そうかそうか。あの、お前の名前でも申し込んだけども、お前が落ちて俺だけ通った。いや、そんなことするわけないじゃないのよ。あなたの名前だけよ。いやいやいや、なんで俺の名前だけなのだって、お楽しみ選手権大会なんて気味悪いじゃないの。ねえ。あんただったら大丈夫だと思って。お,おいおい、おい人を実験台にするんじゃないよ、えー そのよくわからないのにな、なんでもう。いや、それがさあ、賞金がいいのよ。えこれ賞金もらえるのそうよ。え、一等賞はなんとね、43万もらえるのよ。なんでその中途半端な43万って。いいじゃないのさ、43万円もらえるんだからさ、最近いろんな大会あるけどさ、43万円もらえる大会なんかないわよ。そう ほら、ほ俺知ってるけど、ほら、ほら、なんか聞いたことある。あの、社会人泣く日本一選手権大会。あれ、<laughs> あれ、賞金50万円だったんじゃないの <laughs> 違うのよ。最初の頃はね、50万だったのにね、最近30万円下がっちゃったのよ。あら、減っちゃったの。そうなのよ。なんで減ったのかね。いや、前のね、視聴者がね、サウナ作るかなんかでお金使ったんじゃないの、ね <laughs> <laughs> だからそんな世の中ご時世で43万もらえるなんてさすごいじゃないの。そう。え、おお日にち今日今日じゃないか。そうよだから、えー、行ってらっしゃい。いや行ってらっしゃいって言ったってほらほらそ,そういう大会に出るんだったらさ、ね、らふ服とか、えー、用意しとかなきゃいけないんじゃない <laughs> そんなのさいいじゃないほらほら,ほら普段着てるやつがあるからさあ,、ね、あ,のあ,のあれ着てったらどう いや、いやいや、あれ、あれ、あれ、俺俺こないだ、お前が、えやめとけ。俺、綺麗なさ、服着てんだから、やめとけって言ったのに、ま、ね、カレーうどん食っただろうなんか、カレーうどん、こうプルプルっと食べにこうシミがパーッと飛んでさ、もう、後で洗ったっても、もう落ちやしねえんだよ。あれ、ちゃんとクリーニング出してくれたんじゃない 忘れてたのよーね、ねいや大、大丈夫よ、見ざらいしといたからさ、もう、と遠目に見たらわからないわよーね、ねえ。いってらっしゃいよ。そうでも、これにはさ、な、な、なにえー、フリートークと、お食事会って書いてあるぜ。で、最後に何か出し物出さなきゃいけない。な、な、何やったらいいら、あんたあれやったらいいじゃん最近あれや腹話術やってるんでしょ習ってるって聞いたわよ。<laughs> えいやいや、それや、やってるけどさ、そ、そんなに上手じゃない、じょ、あれ、それ、あのね、これし、素人さんが集まるような会でしょ、どうせ。お楽しみ会だから、そんな上手にやっちゃうとダメなのよ。ねあの、社会人落語選手権大会だって最初の頃言ってたでしょ。上手な人は優勝させないって。言ってた、言ってた。あれ、結構問題になったんだ。だから、多少ね、素人臭いところがいいのよ。そう じゃあ、えー、あれも持ってったらいいじゃないあの、シミルちゃん。何それシミルちゃんよええー、うちにあるのは、え、ナネットちゃんだよ。<laughs> ナネットちゃんさ、ほらほら、こないだね。ごめんなさいね。あのね、私ね、ほらほら。 この間書道でさ、名前書かなきゃいけないと思ってさ、そしたらさ、そのさ、牧場のシミがピョンってさ、ナネットちゃんの頭に飛んじゃって、一生懸命吹けば吹くほどね、シミが広がっちゃったんでね、もうそれからかわいそうになってさ、シミるちゃんって名前にしたの。おいおい。ま<ー>勝手に人の名前、人形の名前変えるんじゃない。いいじゃないの、言ってらっしゃい。ちょ、ちょっと待ってくれ。お、お、お、ほんとだ。うわー。こんなシミが。 どうせ、後ろだから見えやしないわよ。ね、行ってらっしゃいよ。そうかじゃあ行ってくるけど、じゃあ、あのー、ま、頑張ってくる。はい、行ってらっしゃいね。43万円よろしく冗談じゃないね。ああ、ここが会場か。ええー、ええー、お楽しみ。選手権。おお、日本一決定戦。うわ、すごいね。これどういうなんだろうな。 いろんな人が来てますよ。えあ、どうも、はじめまして。あら、あなたお見かけしない顔ですね。はい。えそうなの。あら、まあ。<laughs> なかなかですね。お、お、私、のこの子なんですか。今よ、あなたね、いい感じ。そ、そこに入ってるのななお人形さん あ、福話術の人形さんね、ちょっと見せてくださらない?。あら。あらー。素敵。わ、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 わかるんですよ、これ。な、な、なねちょ、ちゃんなねとちゃんつってね。あの、愛媛県新浜市出身の、あの、水木奈々ちゃんのキャラクターなんですよ。そんなのはわからないけれども、かわいい。うん、その、なんかいいわよ。なんかいけそうな気がするわ。 あ、そうそそう、うですか。あいいですね。ああ、お食事会ですか。いえ。あれまたあれだよ。カレーうどんが出てきたよ。え、あみんなカレーうどん食べる。あららら、みんなまき散らかしながら食べてるよ。え、あーカレーうどん食べるのね。えっ、ー、と、これカレーうどん苦手なんだな。これね、僕ね、いろいろ落語やってるけどね、うどんの音がしないからね、うどん食べるし、やったことないのね。<laughs> やっぱり、時そばできないかな, <laughs> な,かない,いやいやいや、こっちの、わあやっぱりこれ、おらら,ら飛び散っちゃったよ、ええー、ええー、な、な、あ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 いろんな人が、ええー、催しやるんだね、ははははは、わいわい、ええ、よ、すごいすごい、よ、やばってました、が、いいですね、はい。えー、続きまして、えー、趣味が、にじむさん おあおうおう、私だ、私だ。<laughs> いやー、私がね、えー、呼ばれると思います、ね。あ、皆さん、こんにちは。シ、え、ミ、ー、が、にじむでございます。えー、我、心差を見ると書いて、シミが、えー、虹の夢と書きまして、にじむと読みます。よろしくお願いしまーす。おらおら ウケてるねー。いやいやいや、すごいすごい。名前言ってね、のにウケたの初めてだね。え、えー、では、これからよろしくお願いします。私はね、これといってあの、特技がありませんので、えー、今回はですね、えー、副話術をさせていただきます。福話術をね、えー、副話術をさせていただきますので、よろしくお願いします。チャカちゃん、ちゃん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 。こんにちはナネットちゃーんナネットちゃーんあ、そうだ、名前が変わったんだ。 シミルくんこんにちはーおほほシミルちゃん、やってきたねえー、どう元気うん、元気だよーうん、じゃあね、あの、副話術のね、教室で習ってるね、基本中の基本中のやってみようね。うん、わかったやってみようえー、シミルくんはいはい、何ですかー あのね、しみるんね、返事は、はいは一回でいいですよ。はい,はい、はい、わかりました。また二回も、はいと言って。はい、はい、すいません。んこれで受ける予定なんですけど、受けますかね。<laughs> いや、そりゃそうだろう、突然さ。 ねえ、うん、あの下手くそなフクワ術が出ても受けるわけないよねいや、そうは言うけどね、しみるくんあれ,あれな,なんかあの辺の人はなんか受けてるよしみるくんおいおいおいおお,ーお,ーおーなんか会場の人受けてますよそうかそれよかったな、虹王おまた受けてるよすごいね <laughs> おいおしみるちゃんなんだい にじむはーいうわーすごいいやいやこんなにウケると思わなかった。でもさあこうやってねうん2人がね出会ったのはねどれぐらいになるかなそうだな、えー、3ヶ月前だったかな。そうだろう俺がさ初めて届いたときのことをしにじにと思い出したんだよね。おい 今そのなんか思い出話したら、客席が受けたよ。ええー、すごいな。でもさ、お前んとこの嫁さんさ、書道するときぐらいさ、ねえ、俺にちゃんと何かかけるぐらいしてくれたらいいじゃねえかよ。あ、ごめんな。おかげでこれ頭の後ろさ、真っ黒になっちゃって。それにさ、えそれが嫌だと思ったらさ、クリーニングとか出せばいいじゃんか、この、しみっり。れ <laughs> まあまあお金が。 今のしみたれってのも受けたよ。ええ、嬉しい。<laughs> じゃあ、あちょっと、最後、あ、じゃ、一曲歌させてもらいます。私ね。あのー、な、なに歌う?。うん、そうだな。俺が、まだ、頭が綺麗だった頃の。あの、あの日に帰りたいから。松任谷由実の、あの日に帰りたいが歌いたい。お、いいね。えー、じゃ、歌うぞ。泣きながら、ちぎった写真を。 お前これ最後まで歌うつもりかいや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 最後まで歌うと時間がなくなっちゃうから。祝いを捨ててしまえよ傷つける人もないけど少しだけにじんだアドレスに。 挟んで、帰るわ。あの日に、帰るわ。ありがとうございます。<laughs> <laughs> えーね、こんなに受けたの初め。 しかしったですねにじむさん。え今え,え初めてなんですけれどもな,なんかこうやけに受けが良かったそうですかいやいろいろなところにねえこう隠し味がありましたよあそ,そ,そうですかねそ,そんな気持ちなかったんですあ,あなたこの大会がどういう大会だかご存知ですか お、お、お楽しみ選手権大会だから、みんなでこう、親睦したり、楽しんだりする会じゃなかったんです、うん、まあ、あの、そ、そういう会でもあるんですけどもね、あ、ああ、の、あの、ちょっと、字がね、ごめんなさいね、あのね、ちょっと最近ね、あの、誤彰であなっちゃってんですよ。な、な、どういう、どういうこといや,いや、いや、あの、読み方悪いんでいいんです。あの、お楽しみ、えー、選手権大会でいいんですけれども、あの、漢字じゃないんです。 ああじゃあ、ひらがなでお楽しみって書くんですええー、違うんです。あの、え、おたのとこと、しみのとこは、カタカナで書くんです。ええ、ど、ど、どういうことおたのしみ選手権大会そうそうそうなんです。よや、あのね、あなたここ来たときなんか驚きませんでしたねこの子いろいろ見ててさ、その服のさ、しみをいろいろ見て回ってたでしょ皆さん。ああ ああそれで近づいて、えー、染み、そうなんですよ。ここはね、シみが大好きなね、オタクの集まる会なんですよ。<laughs> 他の染み選手権大会なんです。あ、あ、あ、オタクのシみ好き選の大会ってことね。そう。お客さん、ここが山場なんで、ここで笑う。<笑><笑> わあそういうことだったんですかわかりました。だからね、あなたのね、名前、人形ちゃんの名前、しみる君とにじむ君もう最高じゃないですかね最後にね。荒井由美さんの、あの日に帰りたい。あ、あれよかった。そうですよ。少しだけにじんだアドレス、アドレスについたシミの歌でしょああそういうつもりはなかったんであそこが評価され、えー、ただいまから、 本年度の優勝者の発表でございます。本年度の優勝者は、シミガニズミさんでーすうわー優勝だうわはいあ、ありがとうございます。あ,ありがとうございます。賞金でございますね。えー、え、え、え、どん兵衛はいただけない。あ、どん兵衛は関係ない,でいあ。ありがとうございます。はい、では。 実はね、この大会はですね、えー、優勝すると次の年に模範演技を見せるということになっているんです。<laughs> えー、西武さん、あの、来年は何をされますああ、それは来年の見てのお楽しみ。<laughs> ありがとうございます。